甘くてほろ苦いあの頃の純情が今も胸の奥で輝き続ける。안녕하세요김선미라고합니다김선미선생님연세는40이시고싱글이시오수학과목정선입니다運命のいたずらで初恋相手と突然の再会。정우성우리진짜어디서본적없어요아니요大恋愛の末の結婚も今では倦怠期真っ只中。수지야오랜만에이름을불러보고싶네안하던짓하지마죽는다혹시기억해옛날에내가40까지결혼못하면너랑결혼할때못한거밥사줬더니왜악담이야잘가라친구야사나이는일편단심인가사나이야근데남자가사랑사랑하는게드라마에서나멋있지현실에서그랬다간시간다허비하고무능력한인간되는거야大人の本音と青春の思い出が巻き起こすトラブルとドキドキの毎日누가안와요 내가학교들어간지얼마안되어가지고스토킹을당했거든웬여자가학적과에가서내과랑집이랑연락처이런걸다알아간거야그래나나이자식아스토킹이아니라첫사랑이었다고요ベテラン俳優が扮する個性豊かなキャラクター。その青春時代を演じるのはカラのスンヨン、ゼアのイムシワン、シークレットのジウン、エムブラックのジオ、インフィニットのソンギュ、そしてブレイク必至のイケメン俳優イウォン軍も登場。인간들이다들거서거서간도없고일말에순정도없고아유アラフォー崖っぷちの男女5人、それぞれの恋の行方は。過去と現代が交錯する淡い初恋を描いた純情ラブコメディ、一抹の純情。